これで今期のアニメ録画はオールコンプだぜ。文明の発展は素晴らしいな。まさにニートのためにある発明にゃね。 HD DVD とか。新聞新聞、うん、窓ガラスを割って投げ込まれる謎の長官、どれどれ。今日の世界情勢はと、野球中継でティーンカオスモンスターキャットルズの時間帯がずれかねんな。念のため目覚ましを2時にセットしておく。連絡欄は何々、ネロ既得すぐ天使いつものことなんでパス。結婚おめでとう、お幸せに、幸せにな。幸福の壺を売ります。たわけ、もう300坪ほど持っとるわ。カオス連絡求む、ハリウッド在住ジョージ。ちょ、ハリウッドに住んでるジョージってまさかルーカス。うお、こうしてはおられん。流行りのメタボリックとやろう実践してる場合ではにゃかった。待ってろ ILM、 今スーパースターが駆けつける。トンネルを抜けると、そこは一面の猫畑だった。ごきげんよう、パーティー会場はここかね。そこの揺れるヒゲだけで行っちまいそうなミスター、ウィーム氏、オーディション会場にようこそ。選ばれたセレブキャット、ここが第一予選会場と見抜いたのはあなたで、666匹目。かつてない豪華なステージに、なんかカメラ中継とかも始まっております。まさに全世界注目の的にゃね。どっからどう見ても殺人用のしなびた廃工場ですが、見ようによっては映画スタジオに見えないこともありません。ここまで来て我々が誰かわからぬとは、なんという巡りの悪さ。ついに脳は愚か、魂にまでヤニが回ったか。私はお前、お前は私、見るがいい、ふやけたクッキーのような我が素顔を。貴様は、そんな、貴様は、つまり貴様はお前だよ。下下 BORC でおなじみ、エリート猫部隊ダミアンフォースの面々だ。オリジナルよ、いやオリジナルだったものよと言っておくか。こう、その言動からするとどうやら頂点は一人でいいということかね、マイブラザー。いかにも、私の名はネコアルクブラック。お前を倒し、カオスの頂点に立つ全米ナンバーワンの猫。そして俺の名は猫アルクノワール。そんなブラックを倒し、猫感を独り占めするマカデミー賞最有力候補の猫。全米が泣いた。私は猫アルクシュバルツ。そんなノワールを倒し、あたりフル CG 化してもらう猫。全米新刊屋のよう、これが。そんなシュワルツを倒すのがこの私、猫歩くネロなのであった。なんという悪夢の食物連鎖。ほんと我がことながら目も当てられねえな。全くの同感やね。では行くぞ、猫歩くカオス。あのお方の予言に従い、ここで最後の一匹になるまで肉球ファイト。あのお方だと。どうやら間に合ったようにゃね。ここがハリウッド行きの豪華客船が出るゴールデンドームということかな。はい、ここがカロンの私はです。お待ちしておりました、バケネ。いえいえ、勇ましい猫のカオスさん、スターになるための船にようこそ。
途端に嫌な予感に包まれる我が輩。そういえばあの新聞って見たら死ぬっていうなんとか新聞のパクリじゃね。そんなことはありません。琥珀新聞は嘘広告紛らわしい誤字脱字発売日延期のないクリーンな情報媒体です。四季さんなんて毎日騙されて読んでるんですから。メガネ、なんと不幸な男。それぐれて殺人鬼にもなるってものよ。主人公が鈍感なのはそうでなければとても生きていけないからにゃのか。ささ、そんなことより早くこの豪華客船にお乗りくださいな。スターに浮世のしがらみは不要です。未練とか預金とかハードディスク内の人に言えないフォルダの消去は済みましたか。それでは沖合に出たあたりでポチッと行きますよ。ポチッと。ズバリごめんコムル。なんだその爆弾を取り付けられた船ですらない、ズバリ魚雷に椅子を乗っけただけのものは。貴様その風土を取れ。なあ、ねえ、コアルクさんなら喜んで乗ってくれると思ったのに。グヒューとか悲鳴を上げて落ちていくレミングスのように。もう仕方ありません。こうなったら実力コースです。カモンブラックジー。ねえこう、にゃ、地球規模の分解産か。いいえ、これは猫カオスブラック G666。 あなたの今までの戦いを本当に嫌ですけどじっくり観察して作り上げた無敵の対化け猫殲滅兵器です。残酷ですけどあなたに勝ち目はありませんよ。ではジョージが呼んでいるというのは。無論私の企みです。引きこもったあなたをおびき出す必要がありましたので。ではダミアンどもが反逆を起こしたのは。もちろん私の企みです。あなたを残り一人にした後確実に倒すためです。では潮に永久コンボがあったのも白蓮がツンデレなのも。そう、それも私だ。任せましたよ、ブラックジー。あなたはカオスさんを完全にコピーした完成品。その名の通り不死身の力を見せてあげてくださいね。言われるまでもない。地上すべてのネコアルクを倒し私も太陽に消えよう。勝負だオリジナル。長かった戦いもいよいよ最終決戦だな。乗せむところだデカブツ。相手はとっても手足なし。お前を倒して世界をサクッと救ってみせるぜ。それでこそ混沌の獣よ。それと一つ言っておくことがある。俺は666回倒さなくてはいけないという設定だったが別に2ラウンド取るだけでよい。ああ、我が輩も新シナリオ用にエンディング絵を書き下ろしてもらえる気がしていたがそんなことはなかったぜ。うわぁ、行くぜ。カオスな猫もメルティブラッドと信じて。さて、なんか世界を666回滅ぼせるような爆弾が積んであるといった感のあるすげえロボットでしたが、爆発の被害は全くのゼロ。エビが跳ねる程度のショックが地球を覆ったのであった。まる、さすがはドクターアンバー。地球に優しいエネルギーを使っているにゃ。夢の低コスト人造魔力ニボシニウムの開発に成功したと見たね。で、ま、なんだ、4号でいいから助けに来てくれないかね、君たち。え、4号もね。映画化微妙に失敗。うおー、本当に国際救助部隊かよお前